バレーボールドイツ男子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、ドイツの男子バレーボールナショナルチームである。1990年のドイツ再統一の際に、西ドイツが東ドイツを編入した経緯があるため、西ドイツ代表の記録が現ドイツ代表の記録に引き継がれている。東ドイツ代表は、現在のドイツ代表及び西ドイツ代表とは別のものとして、 扱うのが一般的である。東ドイツ代表に関しては、バレーボール、東ドイツ男子代表を参照。1957年に国際バレーボール連盟へ加盟。国際大会出場が少なかった西ドイツ時代は、特に目立った成績を残しておらず、3度出場した世界選手権は1956年世界選手権の12位が最高位。 オリンピックは開催国として出場した1972年ミュンヘンオリンピックに一度出場しただけである。1990年に統一ドイツチームとなってからは、欧州選手権で2大会連続4位、1994年世界選手権で9位となった。その後もしばらく低迷の時期が続いたが、近年は自国プロリーグ、ブンデスリーガのレベルが上がり、 さらにレベルの高い欧州のプロリーグでプレーする選手も増えて有望な選手が育つようになり、12年ぶりに出場した2006年世界選手権で9位と検討し、FIVB ランキングを前回の32位から14位へと大きく浮上させた。2008年には世界最終予選を勝ち抜き、36年ぶり2回目となる北京オリンピック出場を果たした。 その後も2010年はレーボール男子世界選手権で初のベスト8入りを果たすとロンドン五輪予選で強豪のキューバにセリ勝ちに大会連続の出場を決めた2014年9月に開催された2014年世界選手権では決勝ラウンドまで勝ち残り準決勝では地元ポーランドに敗れるも3位決定戦では3次ラウンドでストレート負けを喫した フランス相手に逆にストレート勝ちし、雪辱を果たすとともに、チーム史上最高位となる、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。